どうも、北山水泳でございます。はい、本日世界水泳7日目でございます。はい、あと1日、明日で終わりですね。今日やばかったんですよね。世界記録出まくりでございました。はい、結果を見ていきましょう。こんな感じです。はい、まずは 50m バタフライ女子の決勝でございます。はい、この種目は池江選手が決勝に残っておりました。池江選手は第7位でございましたが、サラ・ショームストロム選手が今回も優勝でございました。24秒77、早いですね。唯一の24秒台、やっぱ早いですよね。でもね、チャン選手もね、かなり25秒05と詰めてきましたね。はい、まあ、この選手世界記録持ってるんで、はい、やっぱ強いですよね。うん、チャン選手てか中国が今回やっぱ強いよね。短距離長距離ともに、男女ともに結構タイムを大幅に上げてきてる印象があります。多分今大会メダルの量がだいぶ多いと思いますよ、中国。うん、日本アジアで多分余裕で1位の順位取ってきてると思います。中国今回強いですね。はい、次は男子 50m 自由形決勝でございます。マケボイ選手が超強かった、21秒06。この選手ね、準決勝でも21秒2っていうベストを更新してるんですけども、なんと決勝でもベスト更新っていう、もうすごい小学生っていうぐらいのレベルです。はい、すげえベストをしてました。21秒06はやばいよ。なぜかというと、ドレセルのベストが21秒04ってことはもうないだよね。もうこんなんだよね。うん、ドレセルが来年、はい、どこまで復帰してタイム戻してくるのかわかんないんですけども、マケボイが強いね、オーストラリア勢。長距離のフリーも強いし、短距離も強いし、やっぱフリータイプでね。はい、自由がといえばオーストラリアと言っても過言じゃないという、マケボイ強いね。アレクシーも今回1フリも第2、半フリも第2と大健闘でございました。半振りはやっぱすごいね。21秒当たり前だもんね。はい、次は女子の 50m 自由形の決勝ですが、サラ・ショーストロム選手がなんと準決勝で世界記録を更新しました。やばくね、やばいよね、やばいよ。準決勝でサラ・ショーストロム、しかもついさっき 50m バタフライの決勝終わったばっかりですから、はい、世界記録更新されました、準決勝で。びっくりだね。23秒61、早いよ、一人だけ。また23秒だよ、やばいって。男子でも勝てない選手多いよね。うん、でさっきの 50m バタフライで第2位でした。はい、チャン選手がここでも第3位で入ってきております。食い込んできております。やっぱバタフライと自由形ってこうなんか相関関係あるよね。バッタ速い選手フリー速いよね。うん、まあサラ・ショーストロム選手が決勝でここからさらにタイムを詰めてきて、まさかまさかのこれ以上上げてきて世界記録もう一回更新するっていうのも、まあ、ありえんこともないんで、楽しみにしていきましょう。はい、次が 50m 平泳ぎ女子の準決勝でございます。はい、鈴木聡美選手がギリ残ってきました。よかったです。はい、8番でギリ残ってまいりました。はい、まあね、予選の方では結構いい順位だったんで、5位だったんでね、いや決勝これいけるでしょうっていう感じでしたけども、しっかりと決勝残ってきてくれました。ありがとうございます。はい、リリー・キング選手ね、100、200ではあんまり調子上がってきてませんでしたけども、50ではしっかり上がってきてるのか、これ以上上がるのか、しっかりとリリー・キング選手ここではねメダルを取ってきてほしいところではございますね。はい、決勝はね、正直言って 50m 種目ってあんまりどんでん返しないんですけども、まあ、何がか分かんないんでね、はい、楽しみにしていきましょう。はい、次は男子 100m バタフライ決勝でございます。はい、松本克弘選手、今回ね、準決勝から決勝に残ってきましたけども、今回第6位でございました。51秒20でございます。はい。いやー、上位が早いね。うん、50秒前半だよ。早いよ。まあね、日本記録、タイで行ってもメダルは難しかったんですよね、やっぱりね。うん、強いね、バタフライね。ここにドレスルが入ってきたら余計に早いし、ミラークが入ってきたら余計に早いっていう。そうなんですよね。それが怖い。ミラークも入ってきて、ドレセルも入ってきたら、もうしんどいからね。うん、パリオリンピックどうなるかわかんないね、この種目ね。しっかりと強化していって、50秒前半じゃないとメダルは厳しいことがわかりましたんで、しっかりとパリオリンピックに向けて強化していく必要がありますね。はい、次は 200m 背泳ぎ女子でございます。決勝でございますね。はい、なんとこの種目、カイリー・マキーヨン選手が50、100、200背泳ぎ。3冠を達成しました。おめでとうございます。はい、世界2番目でございます。はい、世界水泳で50、100、200を制したのは今までいませんでした。昨日タン・カイヨウ選手が50、100、200の平泳ぎで達成しましたけども、今回2人目です。はい、
世界の歴史上2人目の、はい、50、100、200世界水泳3冠を達成しました。ガイリー・マキオン選手ございます。はい、強かったですね。やっぱね、後半強いね。レーガン・スミスね、いつものようにね、前半ぶっ飛ばすんですけども、やっぱ後半ね、抜かれちゃうんですよね。後半強いんですよね。前半の差もね、そこまで大きい差なかったんで、ちょっと100回った瞬間に、あ、これ抜かれんなと思ったら、余裕でぶち抜かれてました。はい。レーガン・スミスは若干後半のラストの50で、ちょっとバテましたね。前半突っ込みすぎて感じられました。はい。ガイリー・マキオン選手、おめでとうございます。はい、次は50メートルの背泳ぎ男子でございます。この種目は入江選手、そして川本選手が、準決勝残っておりましたが、残念ながら決勝には残れずといった感じでございました。決勝ラインはね、24秒後半だね。7だね。24秒から早いですね。まあ、これはね、本当にね、優勝誰になるかわかんないところはあるんですけども、レス選手が今回は1位でしたけども、わかんないよね。このタイム差。全然わかんないよね。これ面白いよね。チェッコもいるしね。いろんな選手がいるんで、24秒、なんぼかな。24秒前ぐらいで来ると思うんですが、まあ、ハンター・アームストロングは23秒世界記録持ってるんで、どこまで上げるかわかんないんですけども、まあ、わかんないね。もう、ほんとわかんない。はい、次は女子の8フリー決勝でございます。はい、レデッキーがこの種目も取りました。おめでとうございます。金メダル21個目。やばいっす。はい、レデッキーがね、8分8秒というタイムで、前半から果敢に攻めてね、世界記録を狙いに行くようなレース展開でございました。はい。でね、ティットマス400世界記録取ったし、これ、ティットマス来るんじゃねって思ってましたけども、やっぱレデッキー強いね。レベルが違う。前半からぶっ込んで、ティットマスが後半いかに上げようとも詰めることができない差を開けてました。はい。前半からぶっ込んでました。ティットマスはね、やっぱり400と800ってちょっと違うんかな、やっぱり。ちょっと違うっぽいね。ティットマス最後抜かれてました。やっぱね、400と800は違います。ラストの50、ラストの100上げようと思っても上がる、ちょっと違う。400のラスト100とはちょっと違うところがあるんだよね。400、800って難しいんだよ、やっぱりね。はい、で男女混合の 400m フリーリレーでございます。オーストラリアが世界記録を出しました。今日何個目なん、世界記録って。やばくないですか。はい、世界記録4つ目です。バカみたい。今日1日で世界記録何個出んのっていう、これやばいよね。日本チームは第7位でございましたけども、強いよ。レベルが違うよ。だってオーストラリアって男子も女子も全員フリー早いんだもん。勝てねえよ。キャルマースもいて、オキャラハンもいて、世界記録保持者が2人いるんだよ。100メートルの。100メートルじゃないわ。100と200の。それやばいよ。女子も51秒、51秒で来るって意味わかんないもんね。もうやっぱ、オーストラリアはフリー強いよ。もうやばい。やばいっす。はい、では今回以上でございました。はい、明日が最終日なので皆さんしっかり最後まで行きましょう。しっかり最後まで応援していきましょう。明日はこんな感じの日程でございます。はい。では、今回は以上になります。